油断なんて、愚か者のすることです。どの口が言ってるんだか。初代マリオブラザーズのコースだね。このキノコの取らせ方は、マリオ2の1の1に似てるな。マリオ2は、ディスクシステムの頃は結局クリアできませんでした。本体を持ってなかったから、友達の家でしかできなかったもんな。それに、マリオ3が出てからは、そっちが面白すぎて、2はやらなくなっちゃったんだよね。マリオ3は、ファミコンとは思えない完成度だったよな。ここは上の動いてるリフトのタイミングを見ていかないとダメだね。ダメージ食らっちゃったか。油断したのか？いやいや、ここにアミーボがあるような気がしてたんだよ。嘘をつ。リンクと、土星さんか。これは猫だよな。何のキャラなんだろう。びっくりしてる顔が可愛いね。そしてここは、三択か。私なら一発で当ててみせるよ。それ。お、これは本当に当たりみたいだな。でしょ？まさか本当に当たるなんて。これは完全に油断したな。いや、油断してなくたってこの孔明さんはわからないでしょ。はい、戻ってきました。孔明さん他にもあるかもしれないから、しっかり注意していかないとな。あんな風にいきなり出てくると、避けようがないよね。お、人影だ。ポケモン GO 楽しみだよな。早くやりたいんだぜ。ぷくぷく、邪魔、下手くそ。もう一度よー、下手くそ。そんなにいじめないでよお、今度は不思議種だよ。うぷ主が最初に買ったポケモンは緑だったので、最初の3匹はほとんど不思議種を選んでたな。今度は孔明さんに引っかからないように、しっかりチェックしていきます。ファイアーマリオになっちゃったな。少し残念なんだぜ。クッパさん登場だよ。どうするんだ霊夢、倒していくのか。鍵を持っているなら倒すんだけど、どうしようかな。ここまでの感じだと鍵付きのドアをないと思うんだぜ。じゃあ、スルーしていこうよ。クッパがかわいそうだし、めんどくさいだけだろ。はい、その通りです。ここは特に何もなさそうだね。サクサク進んでいこうぜ。ここ、何かあるのかな。何もなかったな。スターを取ってダッシュかな。バネジャンプか。ほらほら、グダグダしないで進んでいけよ。よし、ゴールだよ。孔明さん一箇所だけでよかったな。あそこは油断しちゃったけど、最後はスカッとゴールできたね。ファミコン時代のマリオみたいな感じで、面白かったな。では、いいねして次に行きます。次はどんなコースかな？ユーリさんの世界砲、名前じゃどんなコースか全然わからないな。また初代マリオブラザーズのコースだね。ツイッターには、どうしてもクリアできなかったらジュゲムを使ってくださいって書いてあったんだぜ。とりあえず、できるだけ使わないでクリアできるように頑張ってみます。なんか隠しブロックがあったな。気になるから、戻って登ってみようか。ファイアーフラワーが飛んでるぞ。あれは取っておいた方がいいね。おっと、ここにも隠しブロック発見。中身はワンアップキノコ。よし、私は地面に足をつけて進んでいくよ。うまく飛び移れなかっただけだろ。パタパタを連続で踏みつけて気持ちいいね。この土管には入れそうだな。行ってみようぜ。お、中間ポイント発見、ありがたいです。トゲに当たらないように気をつけて降りていこうな。ここには、入れないっと。おいなんだか、パックンフラワーがすごいことになってるんだぜ。これは当然私の得意技、ゴリ押しでいきます。さすがに今のところは、ゴリ押しでも仕方ないな。なんだか、ゴール地点みたいな感じに見えるね。スタがゴールフラッグで、砦に、次のコースに進む土管もあるな。ハンマーブロスと、七光と、クッパだよ。昨日の動画でドッスンと七光を間違えていました。ごめんなさい。でも、反省はしていません。さすがにそれは反省しないとまずいだろうよ。Pスイッチが出てきたので、踏んでみます。お、もうそろそろゴールかな？まだ続くみたいだな。矢印があるけど、信じて降りてみて大丈夫かな。ここは制作者さんを信じるしかないな。お、大丈夫だったよ。結構罠なことも多いけど、いい制作者さんでよかったな。砲台で高くジャンプして、ゴールだね。
今回のコースはどうだった？そうだな、偽物のゴール地点の作りとかしっかりできていて、びっくりしたんだぜ。それでは、今日はこの辺で終わります。ご視聴、ありがとうございました。